あとね、ちょっとね、余談で聞いといてもらいたいんだけど、人間って最近ね、免疫力が落っこっちゃってる人いるんだけど、免疫力が上がる方法が簡単にあるんですよ。それはさっき言ったようにね、体をね、こうやって言葉で、我は神なり、愛と光なりって言うとね、脊髄の歪みが全部取れちゃう。で、これは教えたと思うんですけど、で、これも言葉だよね。で、免疫力の上がる言葉って何ですかって言ったらね、誰かが物をくれる。オーバーに喜ぶ。ありがとう。いや、すごい嬉しいな。ものすごい嬉しいよ。褒められたら、いや、本当嬉しいな。オーバーアクションするんです。いいことにオーバーアクションするんです。で、要するに、免疫力の弱い人ってのは必ずオーバーアクションがないんです。で、ぐーっと深く考えちゃう。オーバーアクションしなきゃいけないんです。人はこれから本物って、愛と光、愛と光って何ですかって言った時、明るさとは簡単なことなんです。簡単で温かいんです。簡単で温かこれが成功、仕事でも何でももっと簡単じゃなきゃいけないんです。簡単で温かいんです。これが成功なんです。全ての成功のもとってのは簡単で温かいんです。だから言葉でも単純明快なんです。明るく心地よいんです。だから複雑なことを言ってるやつってのは哲学者みたいな、ダメなんです。もっとね、単純明快なんです。単純明快で、だからこの病気を治すのにはどうしてこうしよう。最近体治す方法が複雑回帰になってきてるので、なればなるほど病気が増えてるんです。そんなこと言ったら、昔の人なんかろくな栄養なんか取ってないのにね、この前能登行った時、新潟から能登へ攻めてって、歩いて鎧兜着て攻めてきたやつがいるんだよ。栄養のことなんか考えてない、ろくなもん食ってないんだよ。それが攻めてこれんだ。今の人なんか栄養こんなに取っちゃって、能登まで鎧なんか着ていけないよ。 一駅歩いたら倒れる。もっとね、人間ってのは簡単なのね。それで必ず複雑なことを考えれば暗くなる。だから仕事でも複雑なことを考えていくと、あたかも頭が良くて成功するようだけど失敗するの。ね。単純の後につくことは明快なの。複雑の後につくことは怪奇なの。悪魔のささやきなの。さもね、難しいこと考え出したら悪魔の方行ってるの。で、難しいことはできないの。必ず成功するのは簡単なことなの。でもコンピューター考えた人いるじゃない。コンピューターが簡単に考えられたやつなんだよ、それは。ひとりさんじゃないんだよ、その人は。わ かりますか？みんなが使えないんだね。そういうことです。ともかく自分にとって簡単なこと、簡単に考えられること、それで明るくしてられること。免疫をあれするのに、免疫を上げるね、注射打ってどうのこうのと、そんなことしちゃいけないの。もっとオーバーアクション、いや嬉しいなとか、幸せだとか、ご飯おいしいねとか、うまい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 、わかります？これなんだよ。おいしいだ、ダメ、そんなんじゃ。で、本当にうまいんだ、黙って食ってるぞ。俺もダメ、ダメです、そんなの。もっと嬉しいことをオーバーに表現する。それだけで免疫なんか上がるようになって、じゃなかったら人間って死に絶えちゃってんだよ。ね、それが死に絶えずに今いるの。だからいろんなことも、仕事も同じだよ。体のことも仕事のことも同じ。もっと単純明快にしなきゃいけないの。で、単純明快になってきた時、仕事も成功するし、体も元気になってくるね。単純明快で、これでいかなきゃいけないね。イエーイ。で、終わります。はい。